ペギー・シュバルツは、旧東ドイツ東ベルリン生まれの、女性フィギュアスケート選手。1988年カルガリーオリンピックから1998年、長野オリンピックまで4大会連続ペア東ドイツ、およびドイツ代表。パートナーは、ミルコ・ミュラー、アレクサンダー・ケイニッヒなど、旧東ドイツの東ベルリンに生まれ、4歳頃に、スケートを始めた。アレクサンダー・ケーニヒとペアを組み、 1987から1988年シーズンの東ドイツ選手権で優勝。1988年欧州選手権では初出場で3位。東ドイツ代表として出場したカルガリーオリンピックでは7位となった。東西ドイツ統一後の1991の1992年シーズンのドイツ選手権で優勝。百九十二年アルベールビルオリンピックでは ドイツ代表として出場しのない。三度目のオリンピックとなった1994年、リレハンメルオリンピックでも7位となり、同シーズンをもって一時競技を離れた。1996から1997年、シーズン、ミルコ・ミュラーとペアを結成し現役復帰。翌1997から1998年シーズンのドイツ選手権で優勝を果たし、四度目の出場となった、 長野オリンピックでは9位となったものの1998年世界選手権では3位となり自身初の世界選手権のメダルを獲得する。1999から2000年シーズンをもって現役引退。現在はフィギュアスケートコーチとして活動している。ありがとうございます。